おはようございます。お願いします。おはようございます。ピンクダッシュさんの新しい曲で、結構その歌詞の内容だったりとかそういうのちょっと聞きながら、あのちょっと各自バックをしてください。はい。してますよね。うん、期待してます。みんなの持ってるものも引き出したいし、それ以上のものも引き出したい、新たな、ね、力が加わることができたらこのナンバーによっていいかなと思いますけど、思いますけど、そう思いますけど、そうなんですけど、なんかさ、オリオさ、はい、この前作ったのがさ、カシャンカシャンカシャンってこう、トゥットゥットゥってこう、なんていうの、六角形みたいな、ね、そう、うん、っていう風にしたら、ちょっとちょね、距離感が見えるかもしれない、うん、遠すぎるんだよ、これだと、うん、この横の人が超絶、うん、1ミリも干渉しない感じになっちゃうから、ちょっと干渉させたみたいな。こういうところの走り方とか、ちょっと様子見といてもらって、うん、ね、まあ、もうちょっとクオリティ上がれば全然慣れてくればあるんですね。慣れてくれば、うん、お疲れ様でした。2回目の何このタイミングで狙ってくるどうでした。泉はどうでしたって言ってた。まだです。どうでしたね。3時間あっという間で、めっちゃいい感じっすよ。ダメだ。お疲れ様です。お疲れ様です。ペンギンダッシュのライブの半券忘れました。やばくないですか？あの、なんか友達のバンドの対バンでペンギンダッシュ出てて、その時の半券あると思って持ってこようと思ったんですけど忘れました。やばい。おはようございます。ありがとうございます。チケットお持ちですか？ジャスト。
疲れ様です。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。あのリーの繁栄のオープニングナンバーにオーディションに見事に受かった方々です。おー、あらおめでとうございます。おめでとうございます。本当にマジで上がるね。すごい響くね。ね、影響するんだろう。それが楽しみ。初めて生演奏。で、私も何気に生演奏だったの、初めての。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。8月の4、5、6、7の4、5、6のどっかで。それってまだ決まってないですね。そう、なんかそのあれだよね、イットさんの照明が組むタイミングで先にバンドセットが入れれるのか入れれないのかで4か5かにどっちかになるって言ってた。何も、そうだね、生音でペンギンさんと何も合わせていない。オープニングもイントラもフィナーレもそこら辺がね、全部何もまだやってないからどうなるか不安、不安しかない。音が遅れてくる、聞こえてくるとか、聞こえ方が違うとか。コールだと、いやもうやっぱその生音源は音源で正しく撮ってるので、そうだよね。ボーカルがちょっとね、こう歌う歌う波が、抑揚とかも多分全然違うし、そのピアノのその感情の入り方とかで聞き方がちょっと若干多分変わってくるから、それで多分普段聴いてる音のまんまだと思われるとちょっと、生、あ、違う、音源と違うって、ダンサーさんがどんな風に感じるかはちょっと気になります。生音でやってみて、あ、でもワンマンライブをやった時に入れたことがありますね。でもなんかそれ結局コロナ禍で配信ライブになってしまったので、生、本当に生ライブでお客さん入れてっていうのは初めてかも。あ、皆さん、ゲストの服部ゆか先生です。よろしくお願いします。本日より前山よしき先生、よろしくお願いします。じゃあそれではこのメンバーで本番までよろしくお願いします。そして、まあ、スタジオでやるリハは今日が最後になるのでやって、あとは全体リハと、あとはステージリハでお願いします。よろしくお願いします。もうあの素で家でテレビ見てる。家でテレビ見てる、はいはい、でちょっとアクションしながらした方がいい気がします。わかりました。はい、それでお願いします。はい、ちょっと余ったの。なんかどこかのポイントで、なんか動き的にはあ、怒ってんなってわかるんだけど、なんだろう。一瞬ちょっとでも、なんか動きじゃないその見えやすい感情の表し方があったらいい。なんかフロア入ってからこうするとか、別にこうこっちにじゃなくてもこうするとか、何かの動きでちょっとアクセントあると振りで見せない何かがあるとまだ伝わる気がする。ありがとうございます。思いのほかもっと押さえていいのかもしれない。でも
ミュージックビデオとして、本番を、はい、映像化するので、編集をこっちでやって、すごい素晴らしい。オープニングめっちゃかっこいいと思う。そうなんです。そう、DVD だけじゃなくて。ありがとうございます。どうせならこんなことしたいので、やりたい。もうちょっと見てもらえたら、やりたい、やりたい。映像化、ミュージックビデオ、できないかなっていう、ぜひぜひ。考えてるんですけど。はい。使ってください。よかったら。ありがとうございます。イエーイ。いや、めっちゃいいですよね。めちゃくちゃ良かった。昨日の映像見ました。めちゃくちゃ良かった。迫力が。びっくりした。なんかみんなも追いついてきたし、その、縛りますね。あの感じに、その曲の感じに、ちょっと最初やっぱ弱いなって思ったけど、だんだんついてきたし、やっぱあの、YOSHIKI選手と、イリカ先生の、でも貫禄？すごかった。すごかったよね。ね、でも本当に、全員よろしい感じだったからさ、自信持って自信持っても発表会で絶対来てって言えるぐらいあれだったからさ、よかったよ。いや、まあ、何言ってでもペンギンの曲がまずはすごく良かったそこですそこですそこです。それ言ってて、そう、踊れないって言ってたから、そう、もうそれめちゃくちゃ言ってさ、ゲネで、うん、変わるんだ、それで。ちょっとよく、あ、全然変わる、変わる。銀円です。本日、ホール内での写真撮影、ビデオ撮影、録音はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。携帯電話、スマートフォンなどの電源はお気に入りいただくかマナーモードに。感染拡大防止のため全員にお控えください。発熱等の風邪の症状が見られる場合はご自宅のスタッフにご連絡ください。公演終了後は規制対応となります。ご了承ください。それでは開演まで今しばらくお待ちください。「
回目終わりました。残すところは千秋楽これやられる時の気分はどう？恥ずかしい恥ずかしい最高やろ。あんな女子に囲まれることないで、今日も見れなかった笑顔で返せよこんな感じ。これ閉じたらどうするんですか閉じたらってどういうことですか叩けんくなったらそれは知ったことじゃない。いきなり固まっちゃう手がみなさん聞こえますか？聞こえますでしょうか？皆さん聞こえますでしょうか？聞こえます。皆さん反応して。泉です。ラスト1回、皆さんの力で一つのものを作り上げたいと思います。よろしくお願いします。誰も元ないんですよ。誰も元ない。めっちゃごめんなさい。トイレに行ったから。あ、そういうことなんですね。一人しか喋れない。聞こえましたでしょうか、今皆さん。心模様を見て。ありがとう。すごいそれぞれのなんか。
私たちが作ったリボンだよ。やったんだよ、トントン。私たちがトントンしたの。そうなの。そうだよ。ありがとうございます。って思ってましたけど。見事に。いや、でも、いや、めっちゃ楽しかったけど、あの作業。ね、ですね。ありがとう。いやでもすごいですね。なんかもう見事に化け切りましたね、みんな。いやー、本当に本当やりがいがあった。やりがいがあった。めちゃくちゃ楽しかったもん。本当にガーサスで本番でちゃんとやって出してくれたしね、みんながみんな良かったね。みんながみんなナイスファイト。本当にあんなに緊張感のあるナンバーでパッてやれるのは本当にガーサスすぎる。ガーサスガーサス。私たちでも緊張しますよね、ああいうの。素晴らしい。ガーサスみんな素晴らしい。いやレベル高かったね。まあ調子こくないよってことでこれからも。まあまだまだどん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 行く子たちだと思っているので。いい経験をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、3、2、1、はい、ありがとうございました。緊張しました。でもすごい生音でできる機会が全然ないので、ありがとうございます。選んでいただいてありがとうございます。またやりたいなって。本当にありがとうございます。どうでした？そういうやつ喋れないって言ってたのに。楽しかったです。すごく楽しかったです。大好き。ありがとうございます。喋らなかんよ、カメラの前に来た。何終わった人から。なんかすごいみんなメンバーなんか上手な人たちばっかりですごい刺激になったし、リハ期間からゲストの方も素晴らしくていい時間でした。でもドラマがありすぎて、いやもう なんだろう、もうなんか感情にが分かんないですね、本当にやばい。そんな感じ。はい、なんていう。ありがとうございました。楽しかったです。難しい。最後に一言、レイ名古屋大好きです。とにかくお二人の作品出るのが初めてだったんで、とっても緊張したし不安な部分がめっちゃ多かったんですけど、でもなんかお二人の優しさと素敵な作品にこう頑張ろうって気持ちになれたので、とても楽しく踊りました。でも全員で踊れなかったので全員で踊りたいです。作品の落とし込み方とか向き合い方とか、じゃあそれをどう爆発させるかとかっていう、なんかプラスアルファの部分をよりちょっと身に染みて感じた感じです。最初やっぱ生音と聞いて、もちろん音源と違って焦る部分はあるとはいえ、音からもらうパワーはすごいあるなって私は思ってて、ちょっとしたこうグッてニュアンスとかを一緒にもらって、なんで11人メンバープラスでゲストのお二人プラスペンギンラッシュの方と一緒になんか前に出せた気がします。生音すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。終わり。写真適当。私の顔適当。私の顔適当だな、いつも。ありがとうございます。アミーニングは聞きます。マジか。いいですか。いいですか、じゃあ皆さん。いいですか。はい。いきますよ。はい。ニージーブーですね。ニージーブーはみんなも言うんですよ。はい。いいですか。さあ行こう。行きますよ。はい。